朝英華は中華民国の政治家。北京政府の要人で、後に南京国民政府にも加入した。自和月賞。小立北洋大学を卒業後、イギリスに留学する。マンチェスター大学などを卒業した。帰国後は私立北京民国大学の教授となる。1918年、四川省川南市を計画各所経理となり、 翌年に大律選手を、ストム氏に就任した。1921年8月、加藤寺雄運氏に移動する。翌年1月には、官宿省財政庁長に就任した。同年6月、蘇州関監督を経て、8月に、北京政府中央で財政部次長兼氏を、ストム署長、計画書総弁、全国財政討論会委員長に就いた。1923年、 朝正総内閣の流音源が中途辞任したのを受け、長英華が処理財政総長となる。この時、平成局総裁と全国演習事務所、ただし弁も兼ねた。続く、公領内閣でもそのまま処理財政総長にあったが、7月辞任した。1925年、直令派、ご配布のもとで、 14章内属、貫軍、中小所得弁に任命される。翌年5月には、河南省省庁に任命されたが、実際には就任しなかった。それから政界を一時引退していたが、後に、中国青年党に加入する。1940年3月、王朝明の南京国民政府には、青年党を代表して、これに参加した。中央政治委員会委員。 国民政府委員会委員に任命されている。1944年以後の消息は不明である。北京政府時代の朝栄家フーズ封印、チャイナサードエド。ありがとうございます。